9段目は令和の怪物こと佐々木朗希と佐藤輝明を9打席オートで対決させてみて、一体どのような結果になるのか見守っていきますよ。個人的に能力の差はほとんどないですね。どちらも卒があるパワータイプって感じで、強豪ドラ1で選ばれてドラフト時点ではその即戦力を期待されていたというよりかは、秘めてるポテンシャルの高さ、それを評価されてどちらもドラ1で選ばれた選手なので、まあだからこそですよね、その卒があるパワータイプのこの2人を対決させてみると必ず面白い対決になるはず。今回の戦いの舞台はロッテ本拠地のゾゾマリンスタジアム。ここの印象といえばとにかく風が強いこと。でその風の強さ向きっていうのは打席ごとに変化があるんでね、まあ、必ず9打席の対決の中影響があるでしょう。ちなみに1打席目の対決はライト方向にかなりの追い風が吹いてるよ。これもうライト方向の打球打つだけでそのままラグーン席ホームランあるね。佐藤的にはかなり美味しい風よ。ただ佐々木朗希的にはこの風はまずい。ああ、こういう打球ね。これが伸びてそのまんま右中間も点々としての結果シングル。今の対決は初球フォーク、その後スライダー、全部変化球ですね。直球は一度も投げなかったがゆえに打たれたんでしょうね。やっぱ今の能力的変化球っていうのはそこまで強いものじゃないから、直球で押していかないと佐々木朗希くん勝ち目ないよ。あとその対決を見たいんでね、力と力の対決を見たいの。1打席目は技術と、なんか技術、そんな対決でした。お前ら技術求めてねえから力見せろ。わあ、次風の向き変わって、これは佐々木朗希的に美味しい風やね。向かい風やもん、バッター的に。打球全く伸びへんよ。全然違うな。あっち行ったりこっち行ったりするやん。そして共通して風が強いというね。これはもう単純に差し込まれて、アウト。やっぱ直球に関しては超一流やね。あの球を投げられるとどのバッターも差し込まれてアウトになる。例外なく佐藤輝明もね。いやー、ちょっと想像できないな。佐藤輝明がこの直球を弾き返して佐々木からホームランを打つっていう瞬間は。お、風はちょっとだいぶ落ち着いてるね。まあ、それでも通常と比べたら吹いてますよ。やっぱこの球場、通常でもめちゃくちゃ吹いてるっていうね。車内海辺が近いから。海辺が近いというか真横が海辺じゃない。真後ろか。どちらせよね、すぐそこあるんで。でもその中、海までかっ飛ばすようなホームランを見たいな。どんな飛距離出さないとダメなんだよ、ちょっと話だけどね。いやでもあるぞ、佐藤輝明の力を考えれば。いたー、久々のシリーズホームランを放ちました。逆方向、佐藤輝明らしくね。9打席あるうちの3打席目でこれやからね、令和の怪物を捉えた。しかし打ったのはやっぱ直球ではないでしょ、今の。変化球だったように俺は見えたけどね、フォークボールでしょ、これ。この対決の配球振り返ると、初球スライダー、で2球目フォーク大きく外れて、ほんで3球目もフォーク、で4球目打たれた球もフォーク、3球連続フォークを投げる。で甘いコースに来てますよね。こんなキャッチャーの問題やから、佐藤俊也くん。君の問題です。君が佐藤輝明に打たしたんだよ。佐々木朗希が打たれたのはお前の原因です。まあ、3打席を終えてここまでは佐藤輝明に軍配が上がってる状況なんで、佐々木朗希的にはここから令和の怪物の意地っていうやつを見せつけていかないとまずいんじゃないか。正直なんかね、そこまで君のポテンシャルがすごいっていう感じもしてないんだよな。見せてほしいな。そうそう、そうやって直球で押してね。佐藤俊也もこういう配球せなあかんわ。誰が投げとんねん。佐藤輝明に対して佐々木朗希が投げとんねん。だったら理解せえ。こんなフォークもいらん、スライダーもいらん、全球直球でいいんだということを。キャッチャーが逃げてるから打たれるんだよ。そう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 。直球に関してはこの4打席の中一度もまともに捉えてないよ。これでいいのにね。ただ余計にフォークを投げるからまた打つよね。これは長打コース。この対決3本目のヒットは2ベース。ちょっと考えて配球しようよ、としくんさん。直球でいいんだよ、直球で。あかん、キャッチャーに対するクレームが止まらない。佐藤輝明は打ってるんだからね。このまんまでいいはずなの。違うんだよね。佐々木朗希の良さが全く出てないから、ちょっとそこにクレームをつけたいんだよ。ちゃんとしたキャッチャーがうまくリードしたら絶対打ててないもん、この対決は。でも、お前のせいでここまでこういう極端な結果になっている。としくん、君に問題ある。おっと、その直球を弾き返して、あわやホームランやったね。これ風が今、向かい風なので追い風ならホームランになってるわ。あれれれれ、これまでは直球がないから打たれてたのかなと思ったら直球ですら弾き返した。令和の怪物の力よりも佐藤輝明の方がすごい。そういうシンプルな話や。
この5打席の結果考えたら今回の対決どっちが勝利か敗北かっても決定してますよね。あとの打席すべて三振奪ったとして、いやいやもうこれだけ打ってるんだからもちろんっていうことになりますから、だからもうこっからはちょっとね、もう佐藤輝明の良さを見るよりかは佐々木朗希令和の怪物の凄さというものを見ていきたいんで、ちょっとそっちを応援しようかなと思います。一つくらい三振奪え、そのポテンシャルがあるじゃないか、君には見せてほしいぞ。一方的なんでね、あまりにも。あらー、ダメだ、もうダメだ、完全にアジャストした。何投げても無理な状況が出来上がってる。この対決2本目のホームラン、確定演出の完璧なホームラン。もう言い逃れなんてできないぞ、キャッチャーのせいになんてできないぞ。こんだけ完璧なホームランを許したんだからな。過去の対決の中打てなかった分全部発散してるね。でも君ここでばかり打つんじゃなくて、この後も打ってね、もうしばらくこのシリーズ続けていこうと思ってるんで、今日をピークに明日以降打てなくなるみたいなことはなしよ。佐々木朗希をこれだけ打ったのであれば、じゃあこの後対決させる一流投手、本当の一流投手からも打ってほしいですよ。まあそれを期待して今後も投稿していきたいなと思います。で、まだこの対決終わってないですから、うわ。え？これも行く？いた！はっはっは！ 3 本目2打席連続！じゃあもう最後まで独壇場で打ってどうぞって感じでございます。いや、相変わらず風吹いとるけども、それが追い風だろうが向かい風だろうが、もはや関係ないね。この対決、この男にはね。どんな状況下の中でも打つ。でも佐々木朗希は打たれるわ。どうしようもない。もう抑えたとしてもそこに価値もないけど、もうこの際一つくらい三振。笑うことしかできない。ごめん、おうとも言えねえ、わーとも言えねえ、別にすげえとも思わねえ。いいんじゃないですか、これでこの男は。最後の対決になりますね。できればなんか最後の対決で勝負が決まるみたいな展開がピーマン的に美味しかった。佐々木が勝つのか佐藤が勝つのかっていうのがね、でも勝ち負けもうはっきりしてるし、たとえ最後の打席でまた一発生まれようが別にもうなんとも思わねえ。ホームランってあかんね。生まれすぎたら面白くなくなるね。やっぱ野球ってのはいろんなことやって得点取るスポーツなんで、なんか一つのやり方ずっと見せられてもね、ホームランっていうのは一番盛り上がる形ですけど、なんか楽しくなくなってきたわ。野球つまんねえってなってきた。おかしいな。こんだけ打ってるのに。ワクワクしねえんだよな。なんか佐藤輝明のせいで、感覚がね、おかしくなってきてますけど。で、これスリーベースが出たらこの対決サイクルヒット達成になるんで、まあ、最後にそれがあるかと思ったんですけどね、最後はなんと佐々木朗希が三振を奪いました。これで佐藤輝明と佐々木朗希の9打席の対決が終了し、結果は画面に映ってる通りやし、長々動画でお届けしてきた通りです。もう今回はほんと打ちすぎて思んないという回でしたね。9打席の対決の中生まれたホームランは4本で、その4本一部例外はありますけど、基本真ん中近辺の球を打ってるわけですよね。だからこれを見てわかることっていうのは、佐藤輝明打てるコースが限られてるということ。その打てるコースコースに来るのであれば、風の影響とか球場の広さとか関係のないホームランを打つことはできるけど、この辺に球が来ないのであれば打てず、過去の動画の対決のように抑えられるってことが多いんじゃないかな。まあ、ただ今回は佐々木朗希がね、この真ん中近辺に投げる、その理由はコントロール能力の低さですよね。あとキャッチャーにも問題があったような気がするんですけども、まあその辺の問題もあって、その佐藤輝明の美味しいとこ、大好物なとこに球が集まり、結果このようになって、もちろん今回の対決の勝者佐藤輝明完勝です。